中勘助作、余生私がそこに生まれ、育ち、そして最後に半生以上それを背負ったところの家庭は、私にとって主に精神上の行苦的重荷となり、また、化学となった。それが時を置いての歌人の死去によって、 次第に軽減され解放された形だがそれはいくまいも重ね着したヘルクレスの外法のようにその時々一枚一枚が脱がされるたびに自分の肉を剥がれる苦しみを受けなければならなかったただせめても幸せなことに彼は怪物のよこしまな呪いのためにこれは 自らの愛のためにさていよいよ最後の解放が来たときにヘルクレスは輝く天上のものとなったけれど私はこの世に孤独凡宮の生き残りとなったそうして目の前にこぎ寄せてくる順番の黒い渡し船私は 死に水を取ってもらうためにお前をもらったんだよ。冗談半分に私は折々そんなことを言った。兄の急死によって結婚の目的の大半、病気の生涯の世話ということはなくなってしまったので、その上、長い間の看護と心遣いと過労と睡眠不足は、 私の肉体を衰弱させ、急激な解放は精神を巨脱状態に置いた。食欲は進まず、食べ物は消化せず、眠りは浅く濁されがちに、昼も畳の上に寝倒れて、日日の出来事はちょうど目を開いたまま夢を見ているような気持ちだった。 ブドウ糖の注射は確かに有効だったが、他のより重い患者のために遠慮しなければならないくらい不足してきていた。その時私はいわばこの歌詞の状態から立ち上がるためにミツバチを本にすることを思い立った。一つには気の毒な人の中でも気の毒な人だった。 亡き姉の思い出草ともなるように、もとより行く水に数を書くような儚い技ながら、親身の兄弟にさえ愚痴一つこぼさず、さぞ言いたかったであろうことも、自分一人の胸にたたんで死んでいった人、性格的に、また思想上、その他いろいろの理由から、 周囲の誤解と敵視を受けやすい私の一生を通しての一生懸命の説明者、弁解者、庇護者であった人。誠心誠意心を尽くし身を尽くして倒れかけた私の家を救ってくれた人。にもかかわらず報いられることはおろか感謝されることも医者されることもなく 幾十年の病苦にさいなまれつつ、陰惨無残な生涯を終わった人、世にも哀れな人の、まことの面影を、生前、真相は知らぬながらに好意を持ち、同情を寄せてくだすったであろう人々に、伝えたいと思うからであり、そうして今となっては、これが、その人を苦しめることばかり多くて、 尽くすことの花ははだ少なく、それを思うたびに涙なしではいられないほど、両親の呵責を覚える私の、わずかになしうる食材であり、法音であると思うからでもある。私としては、すでにその存命中から恩衆を超えてたところの、親身の人々に対して、 そこばくの厳しい言葉を用いなければならないのは、誠に忍び難いことではあるけれども、我が国の家庭において、従来道徳の中で呼ばれたところの封建的浪州と、その予兵は一日も早く払拭せねばならぬのである。そのようにして、バチは着手された。が、ここには、 言えきらない傷をかきさばくような苦痛があった私はいくたび筆を置いて涙を拭いたり吐息をついたりせねばならなかったことか病みつかれた神経はしばしば切れてしまいそうになった兄が亡くなったのは10月の12日だったその後は器中でもあり仏事や 火事の引き継ぎや残務整理などのためもあって、和子らの里の人たちとは親しく往来する折もなかった。年内は落ち着きなく過ぎ、年が変わってから和子の父や姉妹も来てくれたが、まだ遠慮が取れるところまで行かなかった。そこへ正月の幾日頃だったか。 私は和子の下の妹について、つけたての稽古を始めた。予告しておいたにもかかわらず、妹たちが、本当になさいますかと念を押したほど、柄にないのでもあり、やりそうにも見えなかったのだが、それと同時に、中絶してた六十の手習いも復活した。本業もある上に、 両方やるのは相当こたえたけれど、自分で景気をつけながら、馬車馬的に続けた。鬱血した気分の転換にもなり、一方、里の人たちと近しくなる機会を作ることにもなる。どちらも念のいった下手だ。日本画を習ったことがない上に、永年ペンばかり使って、筆を持ったことがない。 物事が進行して身体良難に陥るということはあるが、私のは良難から出発したのだ。私は次々と聖書を持って行って、新しい手本を書いてもらった。里では、九郎との妹は言うまでもなく、一家中絵心があるので、私の滑稽にも近い稽古は、 お互いの神話融合には相当役だった兄の百花日の日だった私が母さんから帰ったら父が蓮行と水仙といい香りを持ってうちへお参りに来てくれ家族四人に女中さん二人のうちが今度私たち二人になりひっそりかんとして 薄暗い茶の間の長火鉢のそばで和子と話しているところだった私は昼飯前だったので失礼して用意してあったハムライス一皿をそこで食べた和子は王洋淳の毛とじの手本と私の習字姉の絵や先生の軸などを見せてもてなした後での話に父は カズコに私を栄養不良にしないように、私の習字に苦労とのカズコがはたから口を出さないようにと注意したそうだ。私の昼飯は特に簡単で、ハムライスのハムを抜いたり、食後を番茶一杯で済ましたりするのだから、その時もそんなことだったかもしれない。それからまた父はカズコに、 先生の絵のある家へ嫁に来てよかったねと言った姉がついてる自分和子は同じ先生についたことがあるのだそのうち四月の花時にかねて約束の招待を受けて二人で行った時節柄少しの酒と質素な昼食をごちそうになり 母子の父も大層な機嫌で、直に二、三倍を重ね、ほおずきみたいに赤くなって、よそきを脱ぎきれぬながら、にぎやかに心置きなく歓談した。そんな具合で、里を訪問することは、私にとって新たな一つの楽しみになった。帰るときに父はいつも妹のどちらかと一丁ばかりを、 本通りの角まで送ってくれた若い婦人客や和子のお弟子などは夜分は安全なところまで送ったり娘たちの帰りを駅まで迎えに出たりそういうことにはやかましくまた細かく気をつける人だったそうだ私も親譲りでその点全く同感だが自分が都合で早く帰る時に 帰りが怖いから、なぞと冗談を言ったりした。その後まもなく、父は神経痛ということで、とかく横になりがちになり、塩田氏のすずめのお宿訪問の計画もお流れになった。すずめのお宿のことはいつかまた書く折もあろうが、父は塩田氏の信仰、 妙に転敵なことなどに対して心からの好意と敬意を持っていた塩田しとは私の兄の亡くなったときに赤坂の家で会ったのが初めてでもともと若い人が好きでよく世話もしたらしい父は自然若い人たちからも好かれたらしく塩田しとも気が合った様子で何かしきりに話していた夜 途中まで一緒に帰った電車の中で、足を伸ばして眠ってる男のその足をぴしゃりと叩いて席を開けさせたのが、腹を立てるというのではなく、ちょうど親父が子供に小言を言う調子だったと、後でお田氏が私に話した。ちょっとそんな変わりようをしていた。とくを着て黒い頭巾をかぶってるので、 かっはよくても軍人上がりというよりは総称か画家らしく見え実際展覧会で間違えられたこともあったそうだその神経痛はついに治まらず和子の結婚前に患った腎臓炎の再発ということになりそれが急激に悪くなって入院ただの腎臓炎ではなく副腎腫とわかった 致命的だまだそこまで症状が進まず自宅にいる間私は和子を見舞いにやったけれどいたずらに気を使わせまいと思って自分は行かずにお笑い草にもと絵の清書を郵送した幾枚かのうち白桃紙に皮のついた若竹を描いたのに対してこれは円満な出来だ。 という父の表が伝えられた。私は自分の好みから前に習い上げた打ちくを一生懸命習い返して多少の心境を認めた。お見舞いはわざと遠慮するがという私の伝言を和子から聞いた父は黙ってるけれど心では皆のことを心配してくれてるのは 自分にはよく分かってるから専人力だ」と言ったそうだ「気持ちだけはともかく世渡りの術を知らず便宜を持たない私としてはむしろ人の専人力に頼りたいくらいだが本人は知らないながら瀕死の病人にたまたまそういう安心を与え得たことはせめてもの慰めである」 そのうちにも容体は容赦なく悪化してゆく様子に、これは危ないと思って、私は見舞いというよりはお別れのつもりで行った。前の晩から引き続いて、その日は豊子さんがついていた。暑い日だった。父はしきりに羽織を取るように進めるその声が低くかすれて、 耳の遠い私にはとても聞き取りにくい。病気もその進行の程度も、ざっと知っていった私の目にも、様子は予想以上に悪く、これは今日来てよかった、と思うくらいだった。豊子さんは、夕べ飴が硬くて割れないので、噛み割って半分ずつコリコリ食べたという話を、何か嬉しそうにした。 二人とも今時には珍しく歯は完全にいい。本当を知ってるのは母と和子と私だけ。豊子さんも知らない。仰向けに寝てる父は、寝台に肘のところから立てた前腕を弱々しく動かして、少し離れて立ってる私を呼んだ。私は一足近づいて、 かけぶとんの上に身をかがめた。と、父はいつものこまごましい話し方で、病院で非常に手厚くしてもらって感謝してること、私との関係がまことによくいってるので、安心もし、信頼もしてるということなど、次から次と語り続けて、時々、おわかりになりましたか。 と念を押す私はひそかに自分だけで覚悟した上の遺言のつもりではないかと思って、聞き漏らすまいとするけれど、半分も聞き取れない。と言って、聞き直すにはあまりに痛々しい弱りようだ。声も別人のように細ってしまったし、瞳の色も悪い。で 分かっったた。ように黙ってうなずいていせたそして「あとからすぐ和子をよこします」と言っていとまを告げ重苦しい気持ちで家へ帰って入れ違いに和子をやるときに遺言のつもりかもしれないからと宣告の話をそれとなくもう一度聞いてくるように言い含めてやった。 そうしたら、和子が戻っての話に、ちゃんと約束を守って、すぐ見舞いに起こすところ、聞き違いがありはしないかと、聞き直させるところが偉い、と言い、また、私のうちくの進歩を聞いて、ぜひ見たいと言っていたという。私は、毎日和子を見舞いにあった。やがて、食欲がすっかりなくなったと聞き、 私はこれはいかんと慌て気味に必死の用意をして例のうちくを書き始めたが何せ十枚ばかり手本をあげたばかりでとても思うようにならないそれをシャニムに書き直し書き直し腰の痛むのをこらえて朝から晩までやったあげくどうやら一枚書き上げた それを翌日ことづけるつもりのところ、その晩二時ごろ、和子が東京全市の防空演習の見張りに出るちょうど間際に、病院から渋滞の電話がかかった。そのまま見張りに立ち、受け持ちの時間を済ませて、一旦家へ帰り、第二回目の見張りを四時半からしてる留守へ、帰徳の電話、 和子は演習を済ませ、電車の通じるのを待って病院へ行った。うちくを持って。時が時で、それ以上早く行く方法がなかった。うちくは間に合わず、仏前に備えられ、勘に入れられ、たかれた。父は7月の16日に亡くなった。 覚悟ができてたと見えて、かずこは関心に落ち着いていた。ただ、おりおり夢に見て、私が夜中に目を覚ましてるときなど、お父さん、と、まるで、十代の娘みたいな甘えた呼び方をして、何か話してるらしい。一家団らん。特に親子仲の良かったことは、かねて知っている。 はじめ私は単にうなされてるからという理由で呼び覚ましたが、聞いてみれば普通夢がそうであるように、悲しい夢、苦しい夢ではなく、うちにいた時の通り、小煩悩な父とむつましく話してるらしいので、その後はそれなりにしておくことにした。いたずらに夢から夢へ、 呼び起こしてみたところで、どうなろうか。ミツバチをあげた方々からお礼が来ました。あなたに見せましょう。いつもあなたは私の著書に対する皆の批評や感想を知りたがったから。それに今度のはあなたの記念のためだし、送ってあげたところも。 あなななたの関係が少なくない昭和18年7月26日杉田左門氏それに蜜蜂もいただきましてあんな慌ててまるで奪ってしまうようにご書物を頂い,いたのは今でも思い出すと何かつろうございます。 先生は今何か書いていらっしゃいますかもし書いていらっしゃるのでしたら嬉しゅうございますが、私は不幸にして中さんのお姉さまにはお目にかかることができませんでした。が、中さんのご書物を読んでいる人が皆そうであるように、お姉さまを幾分は知っていると申せましょうか。私たちもまた、 なんとなく気落ちがいたします。昨年、筑志君、私の一高の時の友人です。が、先生のところへお伺いして、中さんのお姉様がお亡くなりになったそうだが、という意味のことを、曖昧に、ほとんど否定的に、ちょっと独り言のように言っていましたが、それではやっぱり、あの時がそうだったのですね。 私たち、何とも申しようがございません。私は、蜜蜂を読みながら、先生はもう何も書けなくなるのではないかしら、と、幾度も思いました。あんな力いっぱいの仕事をなさったら、そして、あんなに力を落としてしまわれたら、もう。それに、妙子様も亡くなられたようでございますが、 それらの方々は私には皆書物の上での本当に私が迷惑をおかけしないで済むこの上ないありがたい美しい知人とも申すべきお方たちでございました。中さんはお気の毒ですね。中さんもミツバチでございますね。先生、お元気を出して。 せいぜいお書き物してください。先生はお姉さまをバチによって不死になさいました。でも先生のバチをお書きになるまでは、お姉さまは中さんを持っておられましたが、中さんは中さんのバチを書いてくださる方を持っておりません。先生こそ先生のバチをお書きになる。 最初で最後のお方です。私、勝手なことをおしゃべりいたしまして、恥ずかしゅうございますが、私たちのためにも、身勝手な言い方でございますが、先生が一層元気をお出しになって、強く生きてくださることを心からお願いします。 どんなに先生を心の頼りにしていらっしゃる人々の多いことか。先生、なんと私たちはお礼を申し、お慰めを申してよいでしょうか。どうして私たちは先生にお元気を出していただくことができましょうか。お姉様も先生がお元気であられることをいつもいつも願っていらっしゃると思います。 昨日は本当にありがとうございました。弟の状況中、今一度先生にお目にかからしていただきとうございます。あなたは会ったことはないけれど、覚えてるかしら。一校の学生の時だったか、私の著書が手に入らないからと言って、 じかにうちへ来たのが始まりだったと思う。その後、お姉さんからはるばる本場の甘栗を送ってくだすった。そういうものも見かけなくなった自分で、それが大変おいしくありがたかった。それをあなたも食べたに違いないと思い、とても好きだったから、そう決めたいのだが、どうもはっきりしない。 あなたに頼まれて散歩のついでに切り残暑や甘栗を買って帰ったことを思い出す7月27日安部京子さまお暑くなりましたがお二方さまともご機嫌よくお過ごしでございますか大変なご無沙汰をしております ミツバチ昨日いただきましたすぐに三分の一ほど読みましたあとは夜すっかり用事を片づけてから少し拝見して今朝が早いのでやめて一度休みましたがどうしても寝つかれずとうとう読んでしまいましたまだまだ姉さんがいらっしゃらなくなったなどということが本当のように思えません ご命日には伺おうかと思わなかったこともなかったのですが、私は私一人で思ってる方がよかったので、失礼してしまいました。別のことですが、美智子のことを随分心配して、心配ではないかもしれませんが、とにかく幸せな結婚をするように願っていてくだすったのに、ご在世中には、 まだお話するところまで行っておりませんで、残念でございました。りょうもいい嫁をもらい、両方とも幸せにしておりますから、ちょっと姉さんにお話ししてこようと思って、この間、一人でお墓へ行ってみたのですが、なんだかすぐわかるつもりでいきなり行ったのですけれど、考えてみれば初めてなのですもの。 広い墓地の中で見つかるはずもなく、そのまま帰ってまいりました。バカな話ですものね。今度、お暇の時、道順をおはがきででも教えてくださいまし、気の向いた時に行きたいのですから。若い二人は、例の家に行っており、女中は田舎へ帰っていて、ほとんど一人っきりのようなものですので、 余計昨日からは姉さんのこといろいろ思い出しておりますお礼を言うのを忘れておりましたありがとう確かりょうちゃんが生まれる時期前だったからあなたが京子さんに初めて会ったのは三十年ぐらいも昔のことでしたね私は、 会うとすぐ自然に仲良くなってしまったのだけれどあなたのは会わない前から好かれてたらしい紹介のためにあなたを連れてったのはどこの家だったかしら初対面の挨拶から頭を上げるや否や京子さんは独り言みたいにまた講義みたいに「嫌だわじーっと見てらっしゃるから」 そんなときにするあのかじかみたいな鼻声で言った。私が見てやしないと言ったら、ここんとこ見てらしたわと、えくぼのようにくぼみのできる手の甲の指の付け根の辺を刺した。そう言われればそうだったかもしれない。すらっと格好のいい手を首相について、丁寧におじぎをした。 そんなことから私たちのお付き合いは幸先よく隔てのない笑いから始まった。それは京子さんにも良かったろうけれど、それよりもずっと私たちにとって幸せだった。ことに小石川で隣同士になってからは、私はずっと安心して家を離れることができた。京子さんのところが、 あなたの慰安所にもなるし、ひどいときの避難所にもなると思って、私はそばにいなかったから知らないが、そうだったろうと思って、深く深く感謝している。あなたがもし普通の人ならば、多分取ったであろうし、もしかすると生涯そこにとどまったかもしれない儀礼的段階を飛び越して、 京子さんを一んに小さな妹扱いにしたことは、京子さんをちょっとまごつかせた。京子さんはそれを私に言った。しかしやがて、そういうあなたの自然の流儀が飲み込めたときに甘んじてその小さな妹の役を引き受けたのではないかと思う。人との付き合いに時として一風あるやり方は、 あなたのうぶな善良さのゆえに、そのまま差し支えなく通り、しばしば好感を持って迎えられさえもした。私たちの間の話では、京子さんはいつも愛称で呼ばれた。古いことだがあなたに関して何か抽象か誤解があったらしいときに、京子さんはたまたま訪問した私に向かって、 お姉さんがかわいそうじゃないと今にもわっと泣き出しそうに涙をため声を震わせていった私は何の話か分からずどう答えていいかも分からなかったので黙ってたがあなたに対するその真実込めた同情には胸の内で手を合わすばかりに感謝した京子さんが一番気が置けなくていい そう言ってあなたは気を晴らしに行くのだった。が、気が置けないだけではない。あなたがどんなうち、どんな雰囲気の中に生活しているかを知っているのは、お友達関係では京子さんだけなのだから。よそへ行ってうちの中の愚痴を言わないあなたに、同じ口には出さずとも、その点で本当に医者を与えてくれるのは、 京子さんだけだったでしょう。こう書きながら私は、京子さんのとこへ行ってくるよ、と、いそいそとして出かけたあなたの様子を目に浮かべる。七月二十七日、岩井直太郎氏。昨日、学校林の下。 草刈りに作業に出かけ、夕刻帰宅して、先生からの小包みをいただきました。バチの出ることは広告で存じておりましたが、こうも早くとは思いもかけず、もったいないやら嬉しいやら、なんとお礼を申し上げてよいかわかりません。こちらの本屋に頼んでおきましたものの、新刊書は当のうち4か5か来ればよい方でして、 欲しい本でも手に入らないものがたくさんあります。ヤクの第二集も買い損なって弟に頼み弟の分を回してもらうことにしました。それで未だに先生の手紙は拝見しておりません。拝見しておりましたらご無沙汰も一月早くお詫びできたことと思います。早速拝見させていただきました。 おお姉さまへののの手紙のようなものですね。心持ちは十分先方に通じお互いにそれと分かっていてもやはりお返事がないのですからお寂しいでしょうお二人しての陰になり日なたになりの永年のご苦労の分け合い慰め合いいよいよ細かに伺えば伺うほどお偉い方と存じます 氷を割るでは、果たしてご健康が回復するかどうかの懸念が全体を冷たくかどだてておりましたが、それもこれも暖かに溶け流れて、淡々たる叙述の中に無限の温かみと悲しみがたたえられております。一番お姉様の美しさが出ており、おいたわしく存じたのは、 5月14日のあたりでした。先生の本はみんな修身書のつもりでというご冗談も、バチでは本当にこれを世のあらゆるご婦人方に読んでいただきたいものと思います。他のどのお作でも、私はその底を流れる真の意味の高い道徳性に何よりも敬服いたしますが、 東京もなかなか暑いようですが、お体にお差し支えはございませんか奥様もおかわりなくていらっしゃいますか私は休暇に入るしばらく前から少し疲れすぎて熱を出しましたが、ようやくこのごろ回復いたしました。では、いずれ近々お目にかかれますのを楽しみにいたしております。まずは、 とりあえずお礼まで、敬具お話したことは多分ほとんどなかったでしょうがあなたは岩井さんをよく知っていましたね不思議なご縁実はその方がいわゆるご縁らしいご縁よりもむしろ自然なご縁なのでしょうから始まったのが多い 若い人たちとのお付き合いの中でも奇縁ともいうべき岩井さんとのそれは緊直に平静に続いていますそして岩井さんのお友達の新顔のお仲間も来られるようになりました7月28日横川明氏背景 昨日はびっくりいたしました。ミツバチ確かに排除いたしました。合唱記念の上、拝読させていただきました。昨日は来客がありまして、十時に一旦打ち切り、今日は役所で十一時半までかかって、一気に読み終わりました。感慨無量の気持ちでございます。 たくさんのことを申し上げられると存じますが、今日は断片的に私の心をもみほぐすような物言い,いしかできえない心持ちでございます。私ははじめ、秘境と言い,い、バチと言い,い、恩書の表題の意となされるところを、誰の心に宿るという問いと願いの象徴でしょうかと考えて読み進みましたが、 亡きお姉上のあだ名ということには思い及びませんでした。そしてそれがまた美しい象徴となっていることに改めて思い至りました。バチはまた先生ご自身にそっくり当てはまります。苛烈なお苦しみの中にこのような感動すべき蜜を蓄えて私どもに与えられました。 私はこんな余裕ありげな物言いをするつもりでしょうか。もどかしくてなりません。私は蜜蜂を静かな流れ、菩提樹の影の系列のものとして心静かに対しました。今までのお作の中にはそこに熱烈なご被害がこもってはおりましたが、やはり静かな流れとして 清らかな愛情に溢れて私どもを魅了しました。私どもの物心ついてからの十数年の先生は、どこまでも静かな流れでした。私は精神なく、年に二三度おそばに寄らせていただきたいという願いを密かに持ち、図らずも岩井さんのお手引きで望みを果たしました。ところが、 静かな流れと比べて、今度の音著、蜜蜂はどうでしたろう静かな流れ、随筆、肥頂、刺繍、鳩の話、創作。と考えてきましたら、蜜蜂は、もう以前のお作全部をひっくるめて、 別個の先生のご分身と考えられ、今ここにそれらのお作の持つ発想のすべて、熱情のすべてがあらわにその全身を示され、恐ろしい力で私を打ちました。もはや随筆という意味のいくらかの余裕を持っていた私は押し倒され、先生のお作は随筆とは言いながら、 世上のそれとはよほど異なる厳しさですが、広大熱烈な何とも言いようのないお作品であります。随筆とか何とかいう概念は、こっぱみじんに砕かれました。私は昭和十七年の壮大な女子誌を見てしまったという気持ちです。昭和十七年という忘れがたい歴史の日に、 先生の長かった極東の生活が一挙に決せられたとは、バチが交換せられなかったら、私はもっともっと小規模に先生のご悲嘆をお忍びするにとどまったはずでした。バチは先生をどのように位置させるか、私には自命のことであります。バチは、 先生のバチ以前を正確に位置づけ、バチはそれらと称号しつつ、また一個の天意無法と申しましょうか。私は何度洞窟を抑えたことでしょう。そして何度涙の中に心からの微笑がこみ上げたことでしょう。それをいちいち拾い上げるのは藩に耐えぬことです。 一応私の読後感は作品批評という距離のある批評ぶりでした。ご容赦ください。この純愛の四十年の極東を作品などという冷たい言葉で受け取るのは絶ええぬことです。今この非常の時にあたりそれゆえの無用の騒音の多い文化の面がこの最も大切な 精神の密を、どのような摂取の仕方をするものか、義義務に耐えぬことです。しかし私は、誇らかな喜びを歌い上げます。まこと、しょちゅうの書感。私は私なりに、岩井直太郎さんの筆を感じました。に、ある言葉通り、この世の光を思いました。 効果などという言葉は大層嫌いですが芝用の双眼鏡の偶意も悲しく箏に最後の予言の的中されたという感慨の悲しさは胸を締め付けましたお兄上のご農家にこけし人形一個ということ悲しくてなりませんまだまだ書き足りません お礼の言葉遅くなるのが残念ですから、ひとまず筆を置きます。お姉上様、お兄上様のご冥福をお祈り申しますとともに、先生、ますますご健康に留意なされ、後進の私どもにご慈愛をおめぐみください。早そ々うそう。ついき。 私の若い読者であり、お友達である人々、といっても、もっと若い人たちから見れば、ひとかどの紳士なのだが、のうちの幾たりかは、大陸をはじめ、ジャワ、ボルネオ、スマトラなどへ出征して、中には無事に帰還した人もあるが、久しく消息不明の人もある。この手紙の横川氏も、 校舎の一人である私の年齢や不健康のためばかりでなく、おそらくは内外のいたずらに事多く落ち着きのない生活に影響されたであろう記憶に混乱がないとすれば、東京がすでに一回の空襲を受けた後で、防空演習が厳重になった自分のちょうどそのある晩だった。横川さんと 次の手紙の溝辺さん、大蔵省の松山さん、東大美学での上川さんという顔ぶれで、横川さんの他は初対面の訪問だった。10日完成のため、雨戸を閉め、伝統に大居をして、せいろの中みたいに蒸し暑く、鬱陶しかった上に、兄が脳溢血化で悪い時で、私は落ち着かなかったし、 最初の予定だった溝べさんの私の詩の朗読は自然中止になったりして何かちぐはぐな会合だったその後この手紙をもらったきり横川さんには会う折がなかった戦争のための離散とか漂白とか生死の境をさまようというような言葉は ありがたい国内的平和のうちに年を取った私どもには従来ただ書物の上で出会うだけのものだったが今度こそはいささか身にしみて体験した形である兄さんである次の手紙の主詩人の溝べさんがつつがなく帰られたにつけても横川さんの無事な帰還を待つことせつである 7月28日、溝部祖山氏。初中お見舞い申し上げます。ご多用の御ことと拝察いたします。本日、バチ独量いたしました。ありがたくお礼申し上げます。防線引きましたり、書き込みなどして拝見してゆきましたが、防線もいつか多くなって、 汚らしく読みづらくなってしまいましたので、ほぼ所々ところどころ書き込みましたり、またその時々に感じましたものを詩に書き入れたりいたしておりました。面々として追憶を続ける美しさは、中古の女流日記をしのぐものがあり、最後の創告の肉親の死去の通説、複雑に至って最高潮と存じ上げました。 私説な書き込みご覧くださいまし。小出しにご降覧に今日します。八十ページ。自分が一番幸せだ。僕にもそう言える。自分の苦しみや悲しさをいたわることでなく、僕はなんと美しいと称賛することだ。涙が吹き出た。九十六ページ。 全部防線が引いてあります。やるせなし、共に苦し。蝶の羽のように、たわやすく翻る,る、憤りぞ。人を傷つけ、己をも傷つく。百四ページ。防線が引いてあります。それ以後、あまり防線がありません。再現なくてやめましたのです。ですが、 百七十二ページから百七十三ページにかけてまた引いてあります。貴重の中の恩師を思い出しました。二百十七ページ。先生は酒がお好きだ。僕も好きになりたいと思う。暑さに寒さにほのかによって紛らわせたら、それから菓子鳥のような寂しさにも、 あの吹きたわむつらい夕日の光にもそれはきっと耐えられようまた、凶畜塔の花のこずにぽつんと見える真昼の金星のような悲しさもあの五尺の焼酎で紛らわせたら222ページから223ページ防線があります。 225ページ以下、冒線があります。愛する人を嘆く悲しさとは、自ら別の複雑さあり、暗さからほとばしる光が、同じ愛の強さでありながら、今一層まばゆいものを感じさせるように、ここに神がのぞく、神がのぞく。230ページ。 家族制度については、僕は宿命論者。一切の悲哀も圧迫も、それをこむる貴属にとっては避けがたい。悲しみ抜いて、こつ然とそこから大きな自由をつかむことを考える。たとえ僕の一生が、ここのお姉さんのように苦しみの生涯であっても、それはまさに、しかあるべきことと信ずる。 愚鈍なものに対するやむを得ない不液だから、ここから衛星を知らなければ。お姉さんは幸せだと言った。だが、著者が制度の欠点を知り、改革せんと発することはまた同じ。天の不液にして、我と異なるところはない。二百三十二ページの恩師。 防線があります。最終亡くなったから言えることをおし胸をつくつまらない一部ご披露いたしました再読いたしたく存じておりますまずはお礼までご自愛のこと祈り申し上げます7月30日森川静子様 バチのご本ありがとうございました。あたくしあての小包などめったにめったにしか参りませんのに、それが中先生のご本でございますことを発見しまして、その上ご署名までございますことを見つけましたときは、本当にうれしゅうございました。早速読みとうございましたが、静かな夜の方がよいと思いましたし。 母たちに先に譲りましたら、母の音読を家中で聞いて、皆すっかり打たれていましたようでございます。あたくしはお夕食後すぐに読み始めました。それから何時間経ちましたでしょうか。あたくしは夕凪のお熱さや表のバスの音や散歩をする人々の話し声などから遠く離れた。 それは美しい夢の詩の世界をさまよいました。最後のページをくりまして目を上げてみますと、もういつの間にかバスの音や足音は途絶え、目のかぎりの人家の明かりもすっかり消えておりました。昨夜は尊く麗しい晩でございました。あたくしは今晩も明晩もその次の晩もまたその次も。 いつまでもいつまでも好きな時間に繰り返して読むつもりでございます。もしこんなことを申し上げましても失礼でございませんでしたら、読んでおりますとき、私はあるときはラムのドリームチルドレンを読み終えましたときのような心持ちに、またあるときはたった一人でチャペルでひざまずいておりますときのような心持ちでございました。 世の中のすべての人々が先生のようでしたらどんなに麗しい天国がこの世に気づかれることでございましょう。私は先生のどのお作よりも今まで読みました誰の御本よりも蜜蜂が好きでございます。お姉様はきっとおほほえみをたたえながら大きな百点をつけあそばしていらっしゃいましょう。 先生のご創作の陰に、長い間、こういうお姉様がおいで遊ばしたことを、あたくしは今更のように嬉しく存じます。妙子様がお亡くなりになりましたことも、なんだかお親しい方を失ったような感じがして、寂しゅうございます。先ほどからの強い風がやみ、急に蝉が鳴き始めました。お厚ございますが、 三回目の梅雨がやっと上がりまして当地は昨日からやっと土曜に入ったばかりでございますどうぞおばさまにくれぐれもよろしくお伝えくださいませお体を大切に遊ばせ七月二十九日狭間菊代さま雨も悲しい 風も悲し、照る日もまた悲しかりけり、四十年、さがたる航路、我を守り、我を導き、粗相する我を励まし、くずおるる我を立たせ、狂気より癒し、死より救い、友となり、母となり、手を携えて歩みきしひと、 類なき善良乳話の人は行きて帰らず旅立ちたれば夜も悲し昼も悲し朝夕もまた悲しかりけりミツバは百点よとあの優しいお声が聞こえてまいります 100点を予想する人が偶然二人も出ましたがあなたは満点をくれるでしょうかあなたはどちらかといえば点は甘かったし苦労との批評家ほど細かくはなかったけれど肝心の欠点を見落としたり見逃したりはしなかったそういう意味では好意的に辛い採点者だったいつかあなたは 私が原稿の期限に迫ってから徹夜でやっと書き上げた童話を読んでまだ書き出しのあたりから吹き出してしまったで私はすぐそれを書き直さなければならなかったもう一度は私のむしろ望みをかけてた草稿を見て容赦なく落第点をつけ発表を断念させてしまったにもかかわらず私にとって あなたが他には求められないありがたい読者批評家であるのは作品の長所にしろ短所にしろその微細な点に至るまで他人ならば単純に技巧上のまたは思想上の問題としてのみ考えるところを幾十年の最も親切な同情者保育者共同受難者として それが私の経歴、性格などのどこから来るものであるかを、女らしい細かさ、鋭さを持って、慈悲深く見抜いたからです。これは作品のみならず、一般に私の日常の行為についても全く同じだった。私がいなかったらあなたはどんな人になったでしょう。時折あなたは、底なしの淵に臨んで、 身の毛をよだてるようにそう言った「もしあなたがいなかったら私は道徳の皆無ではないけれどその甚だしい歪曲混濁外的操作市場的悪用の環境のうちに成長し生活したもののまさに行くべきところに行ったでしょう」 7月29日、本の久子様。昨日よりの悪天候が、夜に入りて、秋の野のきめいた雨風となり、夜中に立てつけてあった障子が転がり出し、眠りを覚まされたりいたしましたが、都はいかがでございましたか。さて、ご継造下されましたミツバチ。 昨日お昼までに読み終わりまして、妹の苦しかった一生を察しまして、今更に気の毒にもなりました。姉妹と申せ、別れ別れに竹へ参りましてから、ことに私は外国生活のみいたして遠ざかっておりましたので、かねて気の毒だという噂はきょうだいから聞いておりましたけれども、 金一さんの病後の苦労とのみ思うておりましたが、ご家庭の様子は少しも存じませんでした。末子の今更ながら辛抱強かったことがわかり、聖ある間に今少し近しく行って慰めてやりたかったと後悔いたします。よく初子などより、末姉様だったからしのげたのよ。すえちゃんだから。 と言葉は当人の兄弟からも聞いたことがしばしばありましたけれど当人からは一言も不平がましいことは聞きませんでしてたまに会った時は嬉しがってまあお寿司でも取ってあげるからゆっくり遊ばせなと止められたこともありますがいつもこちらが忙しい身なのでまた今度にしましょうと申して別れましたが当人は とで失望したたたろうとただいいままは思い当たります本当にかわいそうな妹でした。その妹を始終影になり日なたになっておかばいくだすったあなたには、いくらお礼を申し上げてもつきません。四十年の苦害も慰めてくれる人があったればこそ、しのげたのだと思います。白百合の 花の香りを頼りつつ、うばらの道も分け上りけん。御礼は言葉にも筆にも尽くされませんが、いささか私の感謝の心持ちをお察しくださいませ。奥様へもよろしく時効をおいといください。マーミンはまだお飲みになっていますか よろしいように承り陰ながら喜んでおります私があなたに何をしたか何をしようとしたかがようやくわかったらしいあなたが私の了解を得て気晴らしに誰かを訪問するときに私はよく今日は存分愚痴を言って胸をすかしていらっしゃいと言ってあなたを送り出した するとあなたはいつもうちのことなんぞどこでもそんなにいいやしないよと言った私は感心な心がけだとは思ったが実の姉妹までがこれほど知らないとは思わなかったそんなにしてあなたは誰にも訴えようとせずただ私一人を訴えどころにし力にしてたのに私は頼まれがいもなく 何かの理由で神経のいら立つ時には告白にまであなたにつらく当たったあなたはどんなにか頼りなく心細く思ったことでしょうそんな時に小石川の家ではあなたはあの薄暗い一軒廊下の壁に顔を隠して声を上げて泣いたこらえにこらえ抑えに抑えた悲しみが席を切ってあふれるのだった 赤坂の家ではあの洗面所のところだった私は今でもまざまざとその姿を見その声を聞くごめんなさいいつも私は常識あるものには全く不可解な周囲の仕方によってやまされたのだった今更あがないようもないそのような加護を思って息するのも切ないまでに苦しんでいます そして、ああ、悲しい、悲しいと、一人で声を上げる。誰も知らない、誰も知らない。私は身を切る後悔があなたのところへ届かないのが悲しい。私は一人、後に残った。しかし、こういう世の中になる前に、あなたが亡くなったことには、 兄さんが亡くなったことにも、聞いながら積極的な幸せを感じる。まだしもよかったと思う。人も皆が皆までそう言う。と同時に、あがないようの亡くなった数々の加護が、支配のごとくに残る余生の重荷となって、ひどく私を悩ます。あなたがうちへ来て、 まだ何年にもならない自分のことだった。私は三河台の家へ行って、すっかり様子の違った家庭と、初めて世間の生活のために、あなたが時々やる悲き劇を、お父様やお母様の前で話した。お母様はお腹を抱えて笑いながらも、あなたがかわいそうらしく、涙をポロポロこぼして聞かれた。それを聞いてあなたは、 もううちへ行ってそんな話をしてはいけないと言った。で、それから私がそういう可憐なお笑い草を話さなくなったら、お母様は、親は涙をこぼしても子供のことが聞きたいものだからと言われた。お父様はもとより涙はこぼさず、何も言われなかったけれど、気持ちは同じことだったでしょう。 その後間もなくお父様は自分の寿命を予知したかのようにあの大きな目に涙をためてあなたのことを私に頼み幾年にもならず亡くなったその自分からあなたの運勢は積み上げたものの崩れるように崩れ出したお父様の亡くなったことはあなたにとって償いのつかない打撃だった あなたは口に出しては言わなかったものの家庭の問題についてまさかの時にはお父様の力を頼るところがあったそれが前との暗黒をのみ予想させるような雰囲気の中でいっぺんに一りぼっちになってしまったそのあなたのつらい気持ちが食いしばった歯の間から血のように噴き出したことがあったほどなく 兄さんの発病運命は暗黒の中で思わぬ方へ寝返りを打ったそれに続く私の家でそれに続くお母様の逝去さらに続くあなたの発病にもかかわらず事態はあなたと私をおのおの違った意味で道徳的にこの陰惨な家にがんじがらめにしてしまった。 人々はそれをいいことにして、私たちの上に彼らの卑しい害を振る舞った。まさに愛より愛助けて、苛烈な宿命をしのいでゆかねばならぬ必死の事情に陥った一家一族が争うべき何ら相当な理由なくして、ただ各自の地具や邪悪のために狂気のごとく争いつつ、一歩一歩、 一日一日と破滅の淵に沈んでいったありさまを見るがいいかような事態を誘発したあげくその始末もつけられないような制度法律道徳は一日も早く破却し改変されなければならないそれはともかくいかにしても不可解なのはあなたの病気の実情が 特に肺炎の時の半身不随以後においてさえ、誰からも家事一切の監督をし、指図をしている私に報告されなかったことです。そのためあなたに虐待に等しい過重な負担をさせたことが、どれだけあったかわからない。知っていればすぐにも東京へ帰って、あなたの後ろ盾となるように事を運んだでしょうに。 実際あなたは私と離れて内外の家事を処理し得るほどの健康を持っていなかったらしい。しかも記憶する限りにおいては、私が心身ともに不随になったあなたのためにしたことはたった二つ。女中さんを二人にしたこと、それさえもったいないと言ってあなたはすぐには承知しなかった。 私にこんこんと勧められたあげく、長い間一人でやってきたから、それじゃあ二人にさせてもらうかねえと、遠慮しいしいかにもすまないことをするようにやっと同意した。もう一つは、それまでナ夏私は上京して、東京の留守番をし、涼しくなるまであなた方を秘書させることにしてたのだったが。 人目には結婚そうでも、わけのわからない病人を抱えて、宿屋や人様の家のご厄介になる気兼ね気苦何かと無理をする体の疲れは一通りでなく、自身が半ば廃人になったあなたには、とても耐えられないという訴えを聞いて、私は自分の都合か何かにかこつけて、留守居の役を断り、秘書を辞めさせた。 私の意義なればこそ仕方なしに通ったので、あなたの訴えなぞは余震場命に関わったところで聞かれたかどうかわからない。その頃からあなたの念頭には時折近づく死の疑念が浮かんだように見える。私がかねて約束の私の歌の絵を描いてくれることを催促したときに、 健康の回復を待って書くつもりでいたらしいあなたはそんなにせきたてるのは自分が近々に死ぬからかと反問して私を困らせたはじめ頼んだのは必ずしもそういう意味ではなかったでしょうが催促したのは今のうちでなければと思ってだったでしょうその後眼底出血をやって あなたの心身の破壊がいよいよ最後の段階に近づいたとき、あなたは、この頃私が大変優しくなってちっとも怒らないのは自分が助からないからじゃないかという意味のことを言った。まったくそうだったのです。四十年の間、あなたに対して犯した過護はあまりに多く、 またあまりに大きい。その反省は私を押しひしぐ。ただ、あなたの最後の病床において、あなたに感謝されることができたのは、せめてもの慰めです。私の最後の胆石病が、専門家から見てどの程度のものか知らないが、病気の性質上、苦痛は相当なものだった。 その頃あなたは半身不遂からまだよく回復していなかった。女中さんは必死になって私の見取りをしようとするあなたの状態ばかりが先へ出て足がちっとも進まないと言って笑った。足ばかりか先へ出た頭ももう健全ではなくついに再び元へは帰らなかった。ただ、 私のために尽くそうとする無視な精神だけが健全に残っていた。神明を忘れて私のために尽くそうとする精神だけがあらゆる不幸、患難、心身の障害を超えて最後の時までも健全に。死別は常に私にとって完全な絶縁を意味する。にもかかわらず、 あなただけは死んでもなお自分をかばい守ってくれるような気がする。あなたはあれやこれやと指図をしようとしたが思うことがすらすら言葉に出なかった。そればかりかその思うことさえがすでに思うようでなかった。あなたは歯ぎしりするような焦燥を感じた。がそれはまもなく 先生のお世話で運よく間に合った看護婦さんによって救われた。あなたは私に対して実に親よりも順調だった。あらゆる市場を看過しても親にはなおそこにのっぴきならぬ一つの条件があった。あなたには何もなかった。このボングな私にもしも何ほどかの無視、 純情があるとすれば疑いもなくそれはあなたに教えられた結果である七月二十九日小原薫氏背景。その後長い間ご無沙汰ばかりして誠に申し訳ありません国書の行ますますお元気の趣 何よりとお喜び申し上げます。さて、この度は、随筆、蜜チをご継くださいまして、誠にありがとう存じました。もともと自分のようなものは何もわかりませんが、それでも前から愛読者のつもりでいるのですが、この度のご本も、予想にたがわず、大層興味深くというよりは、むしろ、もの懐かしく、 読まませていたただきました亡くなったおばさまのことまた後を追って亡くなったようにも思われるおじさまのことどもすべて深い因縁と巡り合わせから来る不可思議な人の世のことどもをしみじみと考えさせられましたここまで次々と見送りしてこられたおじさまの骨折りは まさに容易なものではなかったろうとお察しする次第です。妙子さんもまた同じ道を行かれたとやら、誠に人の命くらいわからないものはありませんね。今、陽子とその話をしていましたら、お片みにいただいた箱せこが大変由緒深いものであったことが分かって、考えをひとしお深くした次第です。 七月三十日、梶井賢治氏。ここ数日来、めっきり暑くなりましたが、その後、いかがご焼香でございますか。この度は、蜜蜂ありがとうございました。早速読ましていただいております。お姉様が、目に浮かぶようで、今更のごとくお宅にてお目にかかった、 いの,のんで懐かをしでく思います。本当に何と申しますかただなんとなく親わしい方だったことを今になってたまらなく寂しく思い起こします先日商船電車の中でお姉さまに似た方を見てハッとして本当のお姉さまはもうこの世におられないのだと自分に言い聞かせるのでした とりとめもなく書き流しました。まっぴつながらご霊質様によろしくお伝え願いあげます。自説柄、お体、お大切に、くれぐれも祈りあげます。七月三十一日、加谷義太郎氏。拝啓、ずいぶん長いこと会わないが。 ご健康はいかが私もどうかこうかその日の務めをやっているが老年を思うことが多くて困る先日はミツバチをありがとうお姉上が亡くなられたことはいつか阿部に聞いたような気もするがこの本を読んでゆきながら君の深い悲しみをこまごまと味わう気がした 出る日もまた悲しかりけりと歌ってあるのを強く同感した「暑くなったね」「でも風があると耐えよい」「お大切に」トンシュ「頓朱」「八月一日」「藤沢幹事氏」「背景。土曜に入り」 初期厳しく、愛なりろうところ、おそろいいよいよご清掃の段、めでたく菓子立て祭りろうさて、貴書、蜜蜂ご清送下され、誠にありがたく、新社立て祭り騒動。実は、ご予報に接して、心待ちいたしおりしところ、ともこ、 本屋にその本到着いた寿司を見てきたり、一層待ち焦がれ、家族一同感嘆しつつ、早速独領塚祭り騒楼。姉上五輪中の模様より、その前後の様子などよく相分かり、時に胸迫り、時に涙湧き入れつつ、感慨深く拝読塚祭り騒楼。 思い出の良き記念、頂戴いたし、ご財政の折々を忍ぶよすがとなし、悲しくも嬉しき思い出といたし、申すべく騒ろう。いつでしたか、商品物二枚いただいて帰り、折しもの先日表層出来上がり、これも悲しき記念と愛なり申し騒ろう。母は、 末の妹の結婚が兄たち、ことに姉の選択によって決められたところから、それに対して感謝することはさておき、満足することも好意を持つこともできなかった。それが娘たちの結婚の中で事実一番いいものであることも、娘が先方ですまないくらい大事にされ、可愛がられていることも、 本人自身がこの上なく幸福であることも母の気持ちを変えることができなかった。母はいろいろな因縁をつけて娘を不幸せなものと考えることに骨を折り、しまいには本当にそう思い込んでしまったらしい。とりわけ兄の発病後、永年の三端たる家庭の紛糾には、 たびたび藤沢氏に心配と迷惑をかけ、また直接間接に、種々なおかげをこうむってるにもかかわらず、母は少しも考え直さないばかりか、何か私や姉と一味になって自分に不利不快な方に作動しているとさえ悲願だ。無反省な敵対者、反抗者は、頑固な変質か妄想かに転落した。 代々生涯姿を変え、形を変え、癌のごとく人面層のごとく、私たちを悩まし抜いた家庭の紛糾において、親が子に対する自然の愛情をまさに持つべきほどに持ちながら、いたずらに負けまいとし、勝とうとするいらざる感情を先にし、それがどういうところから来たにせよ。 家風や伝統や道徳に口を借りて我が子を敵視し憲兵づく暴力づくでもシャニムにねじ伏せようとする奇怪な家庭それはかえってその求めるところと反対の結果を招くにすぎないのだが義理を固くして人情に薄く他人を信ずることも愛することも知らず また、好まない厳酷な家庭、争ってならぬはずの者同士が、当然の理由なくして死闘する不思議な家庭において、私が真に兄弟らしい感情をもって親愛し合うことができたのは、末の妹だけであった。それは父の死後、兄の旧大在勤中、私が東大の学生時代、 妹が女学校を出たばかりで、ほんの一、二年の短い間だったけれど、母と私と妹の三人、無人なだけに私の家としては一番無事な時であった。もちろんそれは妹のあの、誰にも可愛がられた素直な性格によってものことであったが、私が長い一生のうち、親身の、 家庭のではない。愛を楽しむことができたのは、この時だけである。その妹は、藤沢市に嫁いで、不幸にして間もなく亡くなった。私が家人と激しい衝突をするたびに同情して泣いて、この胸にすがりついた、優しく美しい姿は、数十年の後、今もはっきりと目の前にある。 なっちゃんはあなたも大好きでしたね8月1日東久子様お暑さのおさわりもなくご機嫌よくお過ごし遊ばしていらっしゃいましょうかその後先生のご健康もいかがとご安心申し上げつつ ご無沙汰を重ねておりましてすみませんことでございます。果実は蜜チを黄瀬子へお送りくださいまして、ありがとうございました。ご署名まで入れて頂戴いたしましたこと、黄瀬子にはこの上もない光栄で、大変な喜びようでございます。早速私どもも拝見させていただき、わかりませんながらに、 お美しさに打たれてししままいました。たくさんの読者が私どもと同じように涙に現れたことだと存じます。長い先生のご創作生活のうちに捨て石のご生涯、先生のご反省もご同様だと存じますが、に、休んじておいでになりました。 麗しいお姉君様のおいでになりましたことは、読者の誰の心にもよかったという気持ちを起こさせることだと存じますと同時に、お姉君様のご生涯に先生のおいでになりましたことも、なんというお幸せでございましたでしょう。ミツバチはいばらのような人生にも、妙に麗しい生き方のあるものだということを、 幾多の人に教え、かつその心を高く引き上げるでございましょう。ことに人の心のすさんでおりますこのごろの世の潤いであるミツバチを深く賛美申し上げております。関東のお歌と徳佐のお絵が美しい謎としていつまでもまぶたに焼きついております。お厚さ、どうぞ。 おいと遊いばしませ8月7日鳥羽光子様ま天津蜜蜂のご出版お喜び申し上げますそうして海山越えてはるばるこの国の土地までもご本お送りくださいましたこと本当にうれしゅうございました 厚く御礼申し上げます。おはがきもありがとう存じました。それをいただきましてから間もない日、町より帰ってまいりますと、テーブルに載せてございました。小包一つ一つ結び目を解くのももどかしく開きました。夕暮れのそよ風の入るお部屋で拝見いたしておりますと、お目にかかりませんでした頃と違って、 今ではその一行一行の間に先生のご様子やおうちお玄関お廊下のご様子などはっきりと目に浮かんでまいりますお姉様のご生涯今の私にとっては一層に深く教えられ励まされる心持ちがいたします早くお疲れをお直しになって美しい童話を ままたお書きくださいますように。秋風たちましたけれど残暑なお厳しゅうございますおり先生おば上様にはひとしおお体おいといくださいませかしこ八月九日小畑照子様暑さのおさわりもあらせられず早々や かねてはご部員にて恐れ入り騒老この度はご姉君様のご記念としてご公聴お送りいただきありがたく御礼申し上げ騒老昨日東京より一参り騒老をおり届けられ騒老ため御礼委託遠因恐れ入り騒老 ただちに拝見申し上げうろう。お優しかりし、お心映えの数々、ふみに絵に、優れた舞し、美しきご城主を、深く深く忍び、奉りうろうとともに、長き年月のお辛さ、お苦しさをも、思いやり立て祭り、涙のみこぼれうろう。弟君として、 姉君を深く深く思わせたもうお情けにもまた涙催,催されうろう。定めて涼しき国にて姉君にはご満足の笑みを浮かべさせたもう御ことと私までありがたく存じ入りうろう。ご本をいただき騒ろうゆうべは切り立ちて涼しかりしため 御形見にいただきし一重を着て、着心地よさに喜びおりそろうところに相来し、不思議のご縁にて、かかるすぐれしいお方様と友の交わりを結びえしことを、しみじみ身の幸いと存じおりそろう。御礼まで申し入れそろう。かしこ。庭前の野花。 倒りて持たせあげそろうままご仏前へお供えいただきたくそろう春田さんからは名刺に同じようなことを書いていつもの自演の野菜を下すったからお仏前に供えました供えたといえばバチの検本が来た時いつものお初穂のつもりで供えたのを知ってるかしら 日付不明、蜘蛛亭子様蜜蜂ご贈与に預かり早速と拝読どのページも涙なしには読めませんでした親身の兄弟も及ばぬほどの優しき同情者理解者をお持ちになりましたことはせめてものご幸福と末子様のためにお喜び申し上げます いろいろの思い出のみにて、まことに寂しいことでございます。見に御礼まで。映してゆくうちに、手紙の文言が、半言香の煙となって、あなたの幻をまざまざと目の前に浮かばせました。私の胸は、感慨としぼでいっぱいです。さんは、 私の留守に一度といる時に一度お焼香においでくださいましたあなたの生涯あなたの本当の姿が記念にお送りしたミツバチによっておぼろげながら分かってくだすった方々の中の一人でしょうそれを心から嬉しく思いますうちへ来てからのあなたは誰にも知られなかったばかりでなく 抽象や悪宣でによってひどくゆがめられているのではないかと思うからです。私のうちはあなたの身をこっぱいにした奉仕によってようやく維持された。しかもそのことのためにあなたはかえって憎悪の的となった。中高一義を解き国をして一大家族集団たらしめようとする都合上それが いかに高尚な動機によるにせよ家族の中に人為的に荒人神を設けようとするかに見える愚痴は自制の進展につれて家族制度そのものを内から根底から破壊する結果をもたらすでしょう旧来の家族制度のごときは十年一日のごとく静止し低頓し 固定せる社会、各人の知識がほとんどゼロにおいて等しく、生活能力の大小は、おおむね年齢経験の多少によるごとき社会。一般に個性の発達がなく、各人は当時流行の型にはめて焼かれた土偶に過ぎない社会においてのみ通用するもので、今日にして明日を図ることのできない、 変転推移の激しい時勢に行わるべき、はた行うべきものではないのです。あなたは自分のひどくいい評判を聞かされると、すっかりしょげてしまって、悲しくなっちまうと言いましたっけね。今でも悲しくなるあなたはそんな惨事に値しないというのだった。 あなたのそうした謙虚には、微塵のわざとらしさがなかった。子供のはにかみに似て、微笑ましい天真爛漫があった。それは実に美しかった。実に立派だった。もしこの私に、詐称の天真があるならば、それは疑いもなく、あなたによって自然に教えられ、導かれ、育てられたものです。 あなたが知ってる通り、私のところの家庭教育は、いわゆる花粉は、それとはおよそ縁のないものでした。私がいなければ、あなたが生きていられなかったろうのも事実なら、あなたがいなければ、私がどうなったかわからないのも事実です。このことに限って、あなたは少しの遠慮もなしに承認し、 時々は自分の口からも言い出して主張したそれほど初めの私はあなたの目には汚されゆがめられ傷つけられた気の毒な人間に見えたそれを正道に導いたという自信をあなたは正当に持っていたそうしてまさに感謝しても感謝に余りあるそのことが歌人との救い難い組閣衝突の 根本的原因となった。私の家では善悪聖者にかかわらず在来の家のやり方に違うものはそのゆえに不都合であり反逆であり罪悪であることにそれが明らかに正しいがために彼らの反省を余儀なくする場合には反省は屈辱なるがゆえに 一層敵意と憎悪の原因となる支配する者は道理ではなくして荒人神ないしその眷属の我であるあなたの存在が私にとってよかったのは決して創作生活の裏の捨て石としてばかりではなかったあなたは小畑さんのお手紙があって駒田さんのがないのを 不思議に思うでしょう。駒田さんからは電話でお礼があったのです。拝見してなんだかと言葉が途切れてしまいました。泣かれたのではないかと思う。その他にもお礼状がありそうでないのは大抵電話か直接お目にかかった方です。7月28日。 午前11時20分小宮豊隆氏どうして時間まで書いたと思うはがきの文面ミツバチ到着僕のはがきのところまで読んで少し苦しくなって本を置いたいつも合鴨合鴨と書いていたのに不思議にあの時には 鴨のことは書かなかったと見える。四季を感づいていたアイガには、それが寂しかったのではないかと思う。またそのうち読み続ける。考えてみると、アイガは、やはり先に死んだ方がよかった。アイガが死ななければ、君だって思うさまアイのことは書けない。アイガがあとで死んだら、 は黙って死ぬ。せめて君によってインモータライズされるのでなければアイガはあんまりかわいそうだよ。ミツバチはあの後まもなく独漁。痛ましく美しいアイガを。 今更のように目の前に浮かべつつ、あと幾日かを過ごした。あれはあれで結構だが、そのうち、合鴨の浮き彫りを作るといいと思う。小宮さんがあなたの浮き彫りを作れという。悲しくなっちまうあなたの記念像を作るとすれば、私が画家でも彫刻家でもなく、 作家だが、あなたの浮き彫りはとても難しい。それによしんば、私がどんなに完全に、小宮さんが感心するくらい、自分が満足できるくらいに浮き彫りをこの筆の先でこしらえたところで、それを見て本当の肖像だと思う人があるでしょうか。 肖像が真に迫るほど、それは嘘らしくなる。それほどあなたは、この世には、ことに近頃の世間には、異想もない人だった。あなたは目の見える人、わかる機会を与えられた人には、心底敬愛されたけれど、その他の人には、理解されないばかりか、誤解されたり憎まれたりもした。 好意的な人にも再縁ぐらいにしか見えなかったらしい。理解されにくく、誤解されやすい点では、私もよく似てるとは言うものの、その寄ってくるところに天地の差がある。私は変わってるのであり、歪んでるのであり、永年の境遇上、人間、とりわけ精進に対する憎悪が、 ことさら誤解を誘うのであり、あなたには、凡族の理解を超えた転身と無垢があった。よくあなたが夢の中で、悪い人間を心を尽くし、言葉を尽くし、涙を流して諭した話をしたことを思い出す。夢に限らず、現実の世界でも、あなたはそれをやった。しかもそのために、 あなたに憤り、あなたを憎んだねじけもいくにんかあった。私の夢はそうではない。このごろは亡くなったけれど、若い時にはたびたび最有期に出てくるような化け物と格闘した。無論勝ち目はなかったが、幸い負けきらないうちに目が覚めた。私は 小宮さんとあなたが親しくなって本当に良かったと思う。私と小宮さんは先行こそ違え、同じ文化で、高等学校も大学も同じ一高東大で、しかも寄宿では隣室にいたこともあるし、随分古い顔なじみでありながら、ほとんど付き合う折がなかった。それが卒業後、 無名の私が原稿の世話を頼んだのがご縁の始まりで往来。というよりは、大方私の方から訪問するようになった。が、私の気持ちの上では、卒業前にあったなっちゃんのことが糸口なのです。それは、目の前を横切る美しい鳥の影みたいに刹那に過ぎてしまったけれど、この胸に、 何か消し難い跡を残した。その縁があなたによって繋がれて、今度いよいよおしまいになったという気がするのです。私があなたを小宮さんに友人の誰彼に紹介したのは、私が東京を離れて平塚に住むことになった時だったと思う。まさかの時には私に代わって力になってください。 そんな気持ちだった私はあなたと小宮さんとの交際については何も知らないと言っていいくらいだが親しくなり始めは震災後小宮さんが西洋から帰って東北大学へ赴任し状況のついでに赤坂のうちへ来るようになってから特に私のことであなたが仙台に小宮さんを訪ねてかららしい。 小宮さんは子供にあなたの名を付けたほどあなたの人柄に浸水してしまった。その前から小宮さんはあなたをあだ名で話すくらいおなじみになってはいたけれどもあなたにあいがもというあだ名をつけた話をしたら小宮さんは愉快そうに賛成した。そしてそれからは手紙にも話の間にもそう言った。 こんなあだ名は人には侮辱的に聞こえるかもしれないけれど、あなたの親しまれ喜ばれる一面、あだ名をつけても差し支えない一面をよく表していると思う。私はよく人に愛称としてのあだ名をつけるが、これなぞは傑作の一つでしょう。あなた自身も愛鴨でしごく満足していた。 あなたには生まれや育ちににずそんなことで機嫌を損ねる見栄や見識張りのやぼったさがなかった。えらい合鴨。小宮さんがいたのがあなたにとっていいことだったように小宮さんの感情の世界にあなたがいたのは小宮さんにとってもいいことだったろうと思う。ほんのたまさかに会って言葉を交わすぐらいの ほんのたまさかにわずかの文通をするぐらいのおつきあいだったけれどもあなたが小宮さんに書いてあげた絵は悲しいがいいお形見になったあなたは折々しみじみとして山田さんがいるといいねと探索するように言ったそれは私たち二人のため とりわけ私のためにだったでしょう。私もそう思う。私も本当にそう思う。山田は天才的な生まれながらの哲学者であると同時に、その死意の冷徹にも似ず、寛容、親切、正直、善良の言下だった。彼から求められた交際の彼のような人間が、 どうして私ごときに手もつかぬものを選んだかの問題には今触れないとして最初の時期において恥ずかしいことにそういう環境のうちに生活したこともそういう人間に出会ったこともそういう人間がいるということを聞いたことも自らそういう人間であったこともなかった私は彼の誠実、善良を十分に信ずることができず 真心込めた胞子をさえ、素直に受け入れることができなかった。そのとき私の不純な疑惑を払拭してくれたのは、あなただった。あなたは自分の誠実善良のゆえに、わけなく山田を理解することができた。あなたに似て、どこか凡族の理解を超えた、天身と無垢の持ち主であった山田を、 山田とあなたは私を保育し、共生し、共同した。曲げられ、歪められ、暗黒おだくの方へと無知打たれ、借り立てられたこの私を。私は心の底の底からあなた方に感謝する。山田の病気、おそらくはその病理的影響と精神的打撃が心弱い山田に 哲学者らしい名跡と平成を失わせたことは、誠に痛ましい限りであった。私はもはや彼に頼ることができなかった。そればかりか反対に彼をいたわり、慰めねばならなかった。山田は聖書に親しんで、常に涙をもって神を語ったけれど、悲しいかな。 十分そこに安住してるようには見えなかった。すべてが病魔の仕業であった。と、不審者なる私は思う。山田との交際が一高から東大卒業の後にかけて、約十年も続いたうち、健康者としての幸福な関係は、ほんの数年に過ぎなかった。尊い数年。 その間私は、おおむねなまけもの、のんだくれのようであったが、実は一生にとって重大な道徳的転機にあった。あなたは、山田が私にいかに感謝すべき多くのことをしたかを、彼が私にとっていかなるものであったかを、目の当たり見て知っている。それゆえ私の身辺に何か事あるにつけ、 私のために山田を思ってやまないのでしょう。あなたは警告を与えるように言った。まさかの時にあなたに尽くすものは私だけだよ、と。だが山田が生きてたらあなたの言い方はもう少し違ってたかもしれない。山田は学問的には極めて明晰な頭脳の持ち主だったけれど。 生きた人間の観察において特に鋭いというわけではなく年齢や境遇上からもいわゆる経験家ではなかったにもかかわらず堅牢な外皮を通して確信を呪術的な仮想の下に真の私私自身も知らない私の姿をまで見出してそれを私に教えてくれたのは全く 性格的に微塵の指針を交えない彼の純古たる友愛の力によってであった。一点曇りなき上張りの鏡。頭脳の名品光景などの達し得るところではない。その点、あなたも寸分違わなかった。山田はあまりに早く死んだ。 私の精神的危機のさなかに、山田さんがいるといいね。あなたの短足はあまりに痛ましかった。だが私には、今、山田もいなければあなたもいない。小宮さんはあなたにとっていろいろな意味で、昔山田が開けていった席を占める人ではなかったでしょうか。 私に関連してもいろいろな意味で私の友人に対するあなたの幻滅も痛ましかったあなたはそれをはっきり口に出しては言わなかったけれど不用意に漏れる言葉の端々から私はそれを感じた私の彼らの思慮友情人格に対する信頼のいかに深いかを知ってるあなた まさかの時、また自分のない後、私のため彼らに期待することの大きかったあなたは、その非遊戯的配信的行為を知って、どんな衝撃を受けたことか。私はそこに必ずや中小、軽身、誤解、行き違い等のあるのを察し、陰忍に次ぐ陰忍、 寛容に次ぐ寛容をもって接したけれど、彼らはついに覚醒するところがなかった。見るに忍びなかったのは、あなたの身内が私に犯した甚だしい過護に対するあなたの苦悩だった。あなたの身内は私の身内があなたに加えたとちょうど同じような非行を私に加えた。 私はそこに必ずや抽象、軽身、誤解、行き違い等のあるを察し、陰忍に次ぐ陰忍、寛容に次ぐ寛容をもって接したけれど、彼らはついに覚醒するところがなかった。私が長年、いかに彼らに対して好意を持ち、心身を苦しめて彼らに尽くしたかを、 目の当たり見たあなた、り見あな何べんとなく同じいたずらや十作の意図に操られる彼らの踊りを幾年地方にも似た寛人をもって眺めつつ多大の時間を空費し心身の健康を害し自分の公の仕事をまで犠牲にして私が彼らに奉仕したことを聞いたあなたは 身の置きどころもない思いをした。それはあなたが身内の罪を一身に引き受けたところであがなえるものではなかった。なぜならあなたはすでに私の家の人であり、彼らの身内であるよりも一層深く私の身内であったから。このことがいわばあなたの往生の妨げとなったことを、 私は心から悲しむ。人の親が親たる情を失い、兄弟が兄弟の情を失い、法友が友情を失い、一般に人間が愛を失い、慈悲を失って、そもそも何の道徳ぞ。行為の末端の見当から生まれるものは、ただ法律とパリサイのとのみである。 8月23日宮川錦一氏見も知らぬ一読者の私から突然おはがきなどで失礼ながらお便り申すなど随分ぶ,ぶしつけなことだとはばんばん承知いたしながらもこのたび御著ミツバチを拝見いたしまことに人ごととも思えず 落類いたし覚えず具質を取り感弱のあなた様を恩驚かし申し上げまして失礼重ねてご懐をお願い上げますただ愚句三種ご霊前へ秋達也何に驚く人心思いしげし 年二十日の袖たもと思い出もみくずと消えよ鴨の秋末筆、ま、失礼ながらお体十分ご自愛のほど祈り上げますかしこ八月三十一日 が素直し、ご無沙汰いたしております昨日は思いがけなくもご近所蜜蜂をご敬意をいただき誠に嬉しく存じましたご向上に対し熱く御礼申し上げます今度の船は誠に良い船でありました前日には私 出発前に家族と写しました写真と子供たちの絵はがき10枚が届きましたこちらに参りましてから1か月余りしみじみ孤独の寂しさを味わっております着きました翌朝宿の椅子に腰掛けて何もかもフレムドな周りを見回し娘が嫁に行った時の感じはこんなものだろうと思いました また先日荷物がつきましたときはあまり気の進まぬお嫁さんが嫁入り道具の荷造りを解くときの気持ちはこんなだろうと思いました結婚式も済んだし諦めるほかはないという感じでありますそれほど私は当地に参ってがっかりいたしましたその中で一番がっかりいたしましたのは 人情の悪さであります植民地とはこうしたものだと初めて知りました。一方では家族を何とかして早く呼び寄せなければとてもかなわないという感じがいたしますと同時に子供をこういうところで育てるのはかわいそうだという感じがいたします。こういう状態のところへミツバチをいただきまして まことにまことに嬉しくありがたく存じました。一気に拝読いたしました。こちらへ参りまして、一番親しくしてもらった教授の一人が、四十三の若さで小さい子供さん三人を残して、ご霊師様と同じくも膜下出血で救性され、私も妻には随分苦労させておりますのとで、 失礼ながらごと事でないような気持ちで拝読いたしました。大変なご苦労を40年もなさりながら、ご公のように善良と親切とを漂わしておられたという御霊子様にお目にかかる機会を恵まれなかったことは、これまた誠に失礼ながら、私の一生にとり誠に遺憾なことであったと存じます。 ところどころに出てくる畠山くんのと思われる手紙や畠山くん、白井くんがお尋ねしたらしいところなど特に気を引かれて拝読いたしました。今まで頂戴いたしました御著は全部こちらに持ってまいりまして時々拝読いたして植民地の下品な雰囲気を忘れさせていただくつもりでおります。まずは御礼まで。 私はついこの間白石から志賀さんは亡くなったのだそうだという知らせを受け取った消息不明で畠山氏が心配しているという話はあったが思いがけぬことだった爆撃か病気のためかもわからないそんなことは夢にも思わずここに写しておいた手紙と 送られたいくつかの論文が図らずお形みになったお会いしたのは畠山氏の出征の見送りに駅のプラットホームで偶然一緒になり畠山氏に紹介されて挨拶した一度だけだったその時はすでに先方からは論文をこちらからは著書をあげた後だったのでお互いにお礼を言い合ったことを覚えている 論文はタンパク質の構造に関するものだがかつて私は畠山氏との雑談の間に数学上の計算のみによって存在を認められ出現を予報された海王星が立派に約束を守って観測者の望遠鏡の前に姿を現したことをいつか死にしようと思いつつ まだ果たたたさずにいいるととう話をしたことがあった畠山氏がそれを先生である志賀さんの耳に入れたところたまたま志賀さんが研究中のタンパク質の構造について英国の女流数学者の数学的結論と実際上の結果とが立派に一致するという前期の海王星発見の場合とよく似た点があるところから 未知の私に論文をくださることになったのだった。台北大学へ赴任されたと聞いて、そちらへバチを送ったのが、ちょうど右の手紙にあるような事情の時だったと見える。信頼してる先生に亡くなられて、畠山氏もさぞ落胆したろうが、海王星もタンパク質も、いまだに死にならず、 自ら今後に期待をかけてるうち肝心の志賀さんに行かれて私も力抜けがしてしまった論文はわざわざこちらへ持ってきてあるのだ9月19日川勝茂氏経験いよいよ初秋の頃となりましたが 先生ならびにご霊形様には、ますますご清聴に渡らせられる御ことと拝察申し上げます。ご無沙汰ばかりいたしまして、面目もございません。この度は、またご校長、バチをご計掃くださいまして、誠にありがとう存じます。いつもながら、ご校長に対しましては、 何ともお礼の申し上げようもございません。その上、先生お手ずからの荷作りやら、発想のお手数を考え合わせまして、誠に恐縮に堪えない気持ちでございます。先生のご工作のために、私はどれだけ幸福か知れません。その上、こういうご根性をたびたびいただきますとき、 もったいないような幸福感を覚えます。身に迫る感激は、全く例えようもないものでございます。よく考えてみますると、先生にこういうご厚情をいただくことは、全く私の身に余ることだと思われます。もう昔のことになりましたが、かつて岩波の新刊月報上で、 旗の音の中の、はしばみの詩の後半に、返しきれない言葉もあって、わからないなりになんとなく心を引き入れられて、以来先生のご校長は、私の生涯手放すことのできない、最も大切な宝物となりましたが、この宝物が一つ数を増すことの喜び、ことにそれが、 先生のご根性による時の喜びのほどを、御礼のしるしまでに何か先生のお喜びくださるようなものをお送りいたしたいと思いながら、近頃のような時世では適当なものもございませず、それができないのを残念に存じます。私はかねて帰省中の子供が病気になりましたため、八月の初めに帰省いたしまして、 近日記念いたしました。お礼状が遅くなりましたことを恐縮に存じます。久方ぶりにご工作に接しまして、先を読み続けたい気持ちと、一度に読むのが惜しい気持ちで拝読いたしました。先生の玉作は、私にとりましてはいつも観点の自由でございますが、 近頃人々の心がすさんでいるためからか、あるいはおそらくは自分の心もそうであるためから、陣中に出れば不愉快な思いをする機会が多いので、特にその感を深くいたします。まっぴつながら、先生方、ご両人様のご自愛のほどをお祈り申し上げます。敬具。九月十九日夜、 当地もすっかり涼しくなりました。朝晩はえ獲物では寒いくらいでございます。子供の病気は百日関でございましたが、今はすっかり良くなりました。あなたも知っての通り、私は奇妙な人、厄介な人の群れに取り巻かれていた。彼らは妙理を、 しかも甚ははだ非彰な妙理をただこれ生涯の目的として自己の等や完成への精進をなみし目前の合理的効果を重んじて広く人間愛に主情に対する慈悲に生きかついそしむことを笑ったかと思えば一方に多分主々な動機から私の この小さな私の仕事の成果をできるだけ認めまいとする鮮烈な人間があった。あなたはそういう妙理の立場からではなく、反対にそれらの非難、侮蔑、嘲笑に対する無言の抗議反撃として、私の作品に良い読者の増えることを喜んだらしく見えた。ミツバチに。 好意ある読者の多いことをあなたのために二重の意味においてうれしく思います9月5日畠山勝夫氏ご無沙汰いたしました無事帰任再び多忙な任務に没頭いたしております山積した書類に一通り目を通すだけでも 数日を要します。ついで、会議等の準備のため、大わらわにて、ようやく一段落です。それとともに、直ちに明日から馬の上です。バチ拝見いたしました。黒幕が切って落とされ、渋い脚光のもとに照らされた舞台は、くしき因縁とでも言うのでしょうか。 いくたびか目頭の熱くなるのを禁じ得ませんでした悲しきミツバチさんの晩年にあやかって通行人の一役を演じたことを光栄に存じます六月六日塩田昭氏そのうち出かけますミツバチはスズメのお宿にお願いいたします お父様のお手紙、時々拝読させていただいております。今朝は静かな流れを思い、静かにさせていただきました。素直になりたいです。傍体。七月十二日、先生からお手紙いただくとは思いもよりませんでした。バチ、十五日ごろとのこと。 お前の方にお送り願います。もうお便りは先生くださいませんように、兵隊さんとお蚕様を読みました。とても喜んでくれました。ご丈夫で、お父様によろしくご伝言願い上げます。七月十六日、今日は十六日、巣箱から、 蜜蜂が飛び出す頃だな、と、なんだか楽しい嬉しい気持ちです。都築耕作さん、無事スマトラ着とのこと、安心しました。皆様のご丈夫をお祈りいたします。8月11日、お父様のお気持ちに少しでもあやからせていただきたいと念じております。 ミツバチはとても楽しみです。玉手箱みたいな気がしています。宝物みたいでうれしくてなりません。元気です。ご安心ください。ご丈夫をお祈りいたします。お返事はくださいませんように。亡泰。亡月亡日。御奥様と寄せ書きの。 わらしながわだよりをいただいて、ひとりで、うん、うん、先生らしいな、とうなずいていたら、それから三日ほどして、航空便が後を追っかけてきました。なるほど、早いには早いのですが、普通便を先にいただいておりました。でも何度でもうれしくて、こっちを読み、そっちを読みして、うれしがったりうなったりです。そしたら、 北市へ入隊した新兵さんの芳賀のゆうちゃんから先生の新しい本バチお姉さんのことを書かれましたと頼りしてきました何かこう面白い巡り合わせを感じましたキンキン浜名の方へとのことですがお寄りくださればよいのにと思っています万葉調べのお歌ありがとう存じます ご丈夫で。バチ気になっているのですが、そのうちに書きます。ごめんください。北ボルネオ、坊体。坊月坊日。中野のおうちの皆様をはじめ、お元気のことと存じます。おかげさまで私も元気です。もうすぐにお正月というのに。 ホタルがいます。でもうちわを使っている人は見られません。涼しいお正月を迎えるわけです。ミツバチ、楽しみ楽しみ読んでいます。このハガキはありがたいハガキです。北ボルネオ膨大。ハガキには、このハガキは往復とも航空機によって送達されます。 キで印刷してある「坊月坊日」「松はないけれども立派な竹がありますので松に似たものと合わせてお正月らしく松竹が飾られました」「あったかいお正月を迎えました」「お雑煮もおいしかったです」「まずおめでたいことでもったいないと思いました」 また自分のことばっかり書きました。皆様、お元気で新年をお迎えになられましたことと存じます。バチありがたい書物です。今日は水泳ぎしました。これがボルネオのお正月ですね。北ボルネオ、膨大。坊月坊日。これは 芋袋でいただいた絵はがき。お元気のことと存じます。バチを一緒に読もうという方もできました。嬉しい限りです。楽しみ楽しみ読んでいます。かぼちゃ、きゅうり、なす、豊富で嬉しいです。野菜が好きですから、とても元気です。北ボルネオ、某体。 坊月某日ご無沙汰いたしておりますお誕生日おめでとう存じますと申し上げてもこの葉がきつく頃は夏でしょうボルネオには貴重なミツバチたった一冊配給になりましたわけもなく懐かしくなんだか先生にお会いしたような気持ちで一冊持っているにもかかわらず求めてしまいました 木の仲間とも回し読みしています。銀のさじにも会いました。嬉しかったです。浜名湖へお訪ねくださったよし、蜜蜂の乾燥遅くなっています。歌いを習い始めました。先生の絵のこと時折思います。ご丈夫をお祈りいたします。望月望日。 続き工作し、初めてお便りありがとうございましたと同時に先生の五本バチご軽装に預かり全くこんな遠いところで何者にも代えがたい喜びでしたご向上のほど身にしむ思いがいたしました扉のお歌は いつか外出の時に聞かせていただいたものですね。さて、ご本うれしくて、暇を見つけては一気に読みました。どんなに素晴らしいご本だったことでしょう。何と申してよいか、どんな言葉も今先生に対しては、空らぞらしくてとても言えない気がいたします。 ただそのような深い悲しみにおられた先生のところへ押しかけて、全く勝手なおしゃべりやお邪魔をしていたことを申し訳ないと思います。数十年にわたり戦い抜かれた先生の道の後ろに私も立ち、先生のように歩み続けたいと思います。ぼうぼうとした感じの中に新しい年を迎えようとしています。 単調な暑さで、前頭の草が枯れてゆきます。名も知らぬぐさに穂がほうけて、ヤシの葉の茂りに白光がまぶしく生かえっています。ボルネオから白井さんの単身第一報が参りました。私もおかげさまで元気です。では、またお便りします。先生、くれぐれもお体を大切に、 心からお願いいたします。早々。遠いところから目を見張る思いです。夕暮れは雲の旗手にものぞ思う。余つ空なる人を乞うとて。古今集。望月望日。ご無沙汰しています。 お元気でお過ごしのことと存じます。幸い小生もすこぶる元気でやっています。お仕事の方はいかがですか今頃はどんなお仕事にかかっておられるだろうかなどと考えます。良いお仕事ができますようにと念じています。バチ繰り返し繰り返し読んでいます。どんなに小生が この御本によって目を開かされているか、それは無限です。内地では、陣長げの香りがする頃でしょう。やがて、桜が咲いて、お姉様の二周期がやってまいります。何もない遠いこの島から、せめて、ヤシの実の水をご冷前にむけさせていただきます。ではまた、くれぐれも、 お体を大切に。白井さんからお便りありましたでしょうか。右の鬼通は多分スマトラからでしょう。ついき、これらの手紙の主のうち、戦場にいた人たちも終戦後一年も過ぎた今日までにはだんだん帰ってきた。 いずれもかんなんシンをされたことと思うが、中でもボルネオの塩田氏は、マラリア、デング熱、カ気ケ等々、あらゆる病気をやってあげく、ミツバチをはじめ、誰彼の手紙など、手放しにくいものまで全部放棄し、帰ってみれば家は焼けて家の人はいず、ようやく連絡がついて、 たまたま私が泊まりがけで呼ばれてた畠山氏のところへ夜遅く雨に濡れてたどり着いた。色白の丸い感じの人だったのが青黒くなりごつごつ骨が出てひどく老けていた。かっけは治ったのに足元がよちよちと危なく4月も末だというのに靴下を3枚も重ねてひどく寒がるので 長くあちらにいると皮膚の収縮作用が失われるとかそればかりでなく衰弱のためもあるのだろう和子が私の古いセーターを出したらそれを着込んでここよりずっと寒い故郷へ帰っていった最後の手紙の都築氏は「しまいはアンダマン諸島」とか聞いたが先ろ無事で 燕のように帰ってきた。通りがかりに軍用トラックから飛び降りて、鳩の話を受け取り、じきに出征した桜岡氏は、ジャワで元気との頼りをもらって後、久しく恩診が耐えている。同じく南方の横川氏と、内地にいる時にはほんの一、二回来ただけで、 大陸へ行ってから急にたびたび頼り遅れた若い羽菓子の消息が今もって知れない。切に無事を願う。